こんにちは、朝9時です。曇っています。さっきまで雨が降っていました。そして夜中には結構強い雨が降って、このように水たまりもできています。我が家は水はけがいいので、すぐに水は引きました。水洗のペーパーホワイト、これはお辞儀をしても復活しますね。とても丈夫です。ガーデンアルストロメリアサマースの葉っぱは大丈夫そうですが、花はもうおしまいのようですね。デルフィニウムは強い雨には平気だったようですね。ちょっと安心しました。柚子は嫌な予感が的中して、どうやら風邪をひいたみたいですね。葉っぱが変色してしまいました。ライムの方が寒さに弱いはずなんですが、これは何年か経っているので寒さに慣れてきたという感じです。宿根ガーベラとうとうこんな姿になってしまいました。今年はもう花はおしまいでしょうかね。鷹の葉ススキは相変わらずこんな姿です。今日から12月ですからね、仕方ありません。カンツバキは綺麗に咲いているものもありますが、霜でやられた花はこんな感じでかわいそうです。アジサイの葉っぱも、落葉する前に霜で傷んでしまいました。ヤグルマギクは元気です。白以外の花も咲きそうです。長い間楽しませてくれたクリナムの葉っぱ、霜でやられてしまいましたね。隣のニューサイラン、これは大丈夫そうです。あまり撮影したことがなかったんですけどもね、ピンピンしています。シュウメイギク、だいぶ葉っぱが傷みましたが、小さな葉っぱが出てきています。元気そうです。ヒガンバナの葉っぱはびっくりするほど元気そうで、ふさふさ状態ですね。クリスマスローズの葉っぱもだいぶ大きくなっています。ヘーベ、セレブリティ、春に植えたものなので冬越しできるかどうかまだわかりません。半田山にはまた雲がかかっていますね。家の中から撮影しています。風が出てきました。急に強い風になりましたね。気温は割と高いです。11時になったので外に出てきました。太陽が見えてきました。強風なのに暖かいです。とても不思議な感じがしますね。また半田山です。風が強いので雲の流れが早いですね。残りわずかになった大紫式部の実です。青空になってきました。チャイニーズホーリーも、青空に生えています。チャイニーズホーリー成長が早いので鉢植えの方が無難かもしれませんね。なんとモンシロチョウがいました。このチョウ昨日と今日と、やってきています。普通に飛べますよ。丸尾です。今日もアンモニアイトスタイルで寝ています。このアンモニアイトの真ん中のところに指を突っ込んでみたい衝動がまたまた湧いてきております。いきますよ。どうでしょう。起きました。また今日も母ちゃんは丸尾で遊んでいます。12月に割とまとまった雨が降るというのは珍しいと思います。もしこれが雨じゃなくて雪だったら大変な大雪ですよね。暖かくて本当に良かったです。今日は丸尾の剛毛の耳毛を見ていただきながらお別れしたいと思います。いつも見てくださって本当にありがとうございます。バイバイにゃー。